それでは今日の試合をハイライトで振り返ります。第1試合はダブルスです。琉球アスティーダ、チョシンコウ、アリノブタイム、今シーズン初めてのペア。 TT 埼玉、小林弘、曽根翔、今シーズン6勝4敗のペアの対戦でした。まあ、ダブルスに苦戦している琉球ペア、最後もですね、思い切ったプレーができずにペアリングのいい埼玉ペアに最後、押し切られましたね。ゲームカウント2対0で埼玉のペアが勝利。第2マッチからはシングルスです。琉球は日本のエース張本智和、 TT 埼玉は究極のオールラウンダー相田聡でした。悪い流れをですね、まあ、これぞエースだというような戦いぶりでガラッとチームの雰囲気を変えましたね。まあ、インタビューでもあったように本当に攻撃する時間帯が多かったというところで、好調ぶりなんですかね。最後の一発も、はい、とんでもない一撃でした。11-7、11-7、11-2、ゲームカウント3対0で張本が勝利。第3マッチ、琉球アスティーダ、今シーズンシングルス6勝のチョシンコウ、 TT 埼玉、今シーズンシングルス7勝の曽根翔でした。びっくりするような展開でした。そうですね、最短時間を更新したんじゃないかなと。まあ、本当にそれだけですね、バックからの攻撃の速さ、まあ、そして、多彩なコース取りと、もう何をやっても良かった、ジョシンコ選手でしたね。 11-3、11-6、11-6、 ゲームカウント3対0、琉球のジョシンコが勝利。第4マッチは若武者同士の対戦です。琉球浜田和樹、 TT 埼玉宇田幸也でした。まあ、チームの流れ通りですね、1、2ゲームともに圧倒してたんですけども、浜田選手がやはり宇田選手もこう自力があるので、まあ、そこからこう盛り返していってたんですけども、やはり最後ですね、最後の駆け引きのところでやはりこう1本多く返せる浜田選手にこう軍配が上がったのかなと。最後は浜田マッチポイント、宇田ゲームポイントという1本でした。浜田が吠えて3対1で勝利。琉球アスティーダ、マッチカウント3対1、今シーズン2度目の4連勝です。第1セット1セットのみのゲームを行っていきます。